もう、仏壇の三蔵さん、おいでなさいますかい。仏壇の三蔵はここにおりやす。なんでござんす。あっしは旅人でござんす。一曲一般の恩義があるので、恨みつらみのねえおめえさんに敵対する、信州くつかけの時次郎というくだらねえもんでござんす。さようでござんすか。てめえもしがねえもんでござんす。ご丁寧なお言葉で、お心の内は大抵見取りまするでござんす。お土産申し上げます。勝負は一騎打ち。他人混ぜなして強くいたしとうござんす。お言葉ありがとう存じます。三蔵さん、場所は足場のいいところでやろう。はっ、恩も恨みもねえ、人と命のやりっこするのは付き合いの義理があるからだ。三日前にわらじを脱いだとき、俺のすることは決められてやがったか。信州の人、ご所望の一騎打ち、相手になりなせ。すねてなったか、詫びて済むことじゃござんせんが、これからは二人の身を守ることが、この時次郎のせめてもの罪滅ぼしでございます。時次郎さん、もう私たち親子のことは売っちゃっておいてくれてもいいんですよ。私もヤクザの女房だったんだ。時次郎さんの立場も痛いほどわかります。何も私たちの面倒を見なくたって。何を言いなさる、こんな体になって、あ、情けねえ、血を吐いて寝込んでるお絹さんを医者にも見せれなれねえなんて。まっとうに生きようとすればするほど悪あがきになってくるようだ。一度捨てた都政なら、まっとうに生きるしかないんです。太郎吉のためにも。ねえ時次郎さん、もし私に何かあったら、太郎吉は私の里に送ってやってはもらえないでしょうか。お絹さん、医者に見せりゃこんな病すぐに良くなります。さ、いらの心配は無用だ。まず横になりなせ。
遅かった。お絹さんは行っちまったよ。泣くんじゃねえだろうし、おっかさんは天国のちゃんのところへ行ってしまったんだ。死んだお絹さんの夢でも見たのか、目にうっすらと涙がにじんでる。太郎吉の寝顔を見てると不憫でならねえ。どうかお絹さん、天国で見守ってやっておくんなさい。三人で川の字に寝た夜を思い出しておりやす。I'm not going to be able to do that.